が拾っています。ヒベイロから前へ、伊藤純也もいるが、インターセプトは山田裕樹、山田から抜け出した、松本シュート、ジュビロ磐田先制、1対0、手元の時計で前半の7分、ホームでジュビロ磐田が先制しました。松本雅也、今シーズン初ゴール。ああ、そして長男が誕生した大井健太郎に向けてゆりかごダンスを披露します。大井健太郎、第二子誕生のその大井に向けてゆりかごダンスを披露しました。ジュビロ磐田1点先制。ここ一旦相手ボールになったんですけどね、はい、ここの守備の要請が非常に良かったですよね。山田裕樹がインターセプト、ラストパスを出しました。最後フィニッシュも落ち着いてましたね、はい、しっかり最後はゴールキーパーを見てコースに流し込みましたね。いや、見事なゴール。そして山田裕樹も素晴らしいプレーでした。素晴らしい守備でしたよね、はい、1対1